どうも皆さんこんにちは、チャクバツです。本日はですね、ベトナムの航空会社であるバンブーエアウェイズっていう航空会社があるんですけども、こちらはですねステータスマッチを行っているということで、今回の動画でですねこちらのステータスマッチについてですね解説やっていきたいと思います。それではですね、なぜ急にねこのバンブーエアウェイズのステータスマッチをね急に解説動画出しているかというとですね、このバンブーエアウェイズっていうのはですね2021年6月現在ですねアライアンスに加盟していないんですよね。 ANA であればスターアライアンス、 JAL であればワンワールドにね加盟しているっていう風になっているわけなんですけども、このバンブーエアウェイズはですね現時点ではアライアンスにね加盟してないんですよね。でですね、このバンブーエアウェイズっていうのは2021年にですねアライアンスに加盟するっていうのを発表しているんですよね。で今現在ですねどのアライアンスに所属するかっていうのはまだ分かってないんですけども、もしかしたらスターアライアンスかもしれないし、もしかしたらワンワールドかもしれないし、スカイチームかもしれないっていうね、まあどれになるかは現時点では分からないわけなんですけども、もしかしたらですねワンワールドであるかもしれませんし、スカイチームかもしれないですし、スターアライアンスかもしれないということで、こちらの情報はですね私のね YouTube の視聴者の方から情報をねいただきましてですね、本当にありがたい限りなんですけども、これがですねもしワンワールドとかですね、まあ、スカイチームはちょっと可能性少ないかなっていうふうに思ってるわけなんですけども、私みたいにですね ANA の上級会員士が保有していない方はですね、今後もしこのバンブーエアウェイズがですねワンワールドに加盟したとするとですね、ステータスマッチを行って成功しておけばですねワンワールドの上級会員になれるかもしれないということで、もしね対象の上級会員ね保有されている方はですねひとまずですねやっておいてね損はないかなっていうふうに思いますので、ぜひね気になる方は最後までご覧いただければなと思います。それではまずねバンブーエアウェイズとはっていうね話なんですけども、ちょっとねウィキペディアの方で調べさせていただいたんですけども、こちらですねベトナムの複合企業 LSC グループが設立した航空会社で、2018年に創設されて2019年から運航開始がされております。でベトナム国内路線がね中心にサービス展開されておりまして、今後は東南アジア、東アジアですね、また日本の成田空港、関西空港にも就航ね計画されているっていった形になります。またですねベトナムの国内のみならずですねホーチミンからロサンゼルス路線であったりサンフランシスコ路線の直行便もですね2021年の9月から運航がね発表されているっていった形になるんですよね。まあこちらはちょっとねあくまでウィキペディアの情報っていう風になっておりますんで、まあ、ちょっとね今世の中こんな状態になっておりますんで、まあ、今後どうなるかはちょっとわからないわけなんですけども、ベトナムからアメリカ直行便をねつなぐ唯一の航空会社になるかもしれないっていった形になるんですよね。まあ、こんなねバンブーエアウェイズなんですけども、アライアンス加盟をね目指しておりまして、スターアライアンス、ワンワールド、スカイチームになるかは先ほども言った通り現時点では分かっていないんですよね。でスカイチームに関してはですね競合他社であるベトナム航空がですねすでにね提携をしているっていう風になりますんで、ちょっとね可能性は低いかなっていう風に思っているんですけども、今現時点のですね選択肢としてはワンワールドもしくはスターアライアンスっていう話にねなっているそうなんですよね。でですね日本航空 JAL ですね、こちらとの提携もね計画がされているっていうねネット情報もありますので、まあ、こうなってくるとですねワンワールドはねちょっと濃厚なんじゃないかなっていう風に思っておりまして、だとしたらですねステータスマッチねやっといて損はねないかなっていう風に思うわけなんですよね。でですねステータスマッチの公式サイトはですねこちらの動画の概要欄にね載せておきますので、まあ、そちらからねやっていただければなと思うんですけども、まあ、今回ですね私の方でステータスマッチにですね必要なアプリケーションの登録と申請方法もですね一緒にやっておきますので、まあ、こちらもね参考にしていただければなと思うんですけども、ちょっと私もですね初めてやるっていうのと、このバンブー航空のですね公式サイトっていうのは
日本語の表示にねすることができないっていった形になりますんで、翻訳アプリ等々をね利用していただいて、やっていくっていった形になりますんで、ちょっとね見苦しい状況もねあるかなというふうに思うんですけども、まあ、ちょっとねそこはご了承いただいてですね見ていただければなと思います。でバンブー航空のですね公式サイトにはこういったね画像が掲載されておりまして、まあ、ステータスマッチ元とステータスマッチ先ですね、こちらは表示されておりまして、ワンワールドであればエメラルド、スターアライアンスであればゴールドで、スカイチームであればエリートプラスであればこのバンブー航空のファーストっていうね、まあ、一番最上級会員にステータスマッチができるっていった形になります。でですね、あのスターアライアンス、まあ、ANA の方はですね SFC であってもダイヤモンドであってもスターアライアンスゴールドっていう風になりますんで、まあ、このファーストっていうね一番上にねなれるわけなんですけども、ワンワールドのね、まあ JAL ですね。JAL の場合はサファイアだと、ダイヤモンドステータスで、エメラルドだとファーストっていった形になりますんで、まあちょっとね、ここはね、微妙な違いがあるかなっていうところなんですよね。まあね、こういった感じでステータスマッチがね、行えるっていった形になるんですよね。それではですね、ちょっと前置きが長くなりましたけども、本題にね、入っていきたいと思います。まずですね、このステータスマッチっていうのは2021年6月30日までっていう風になっておりまして、申請期間が30日までなので、本日6月23日ということで、あとね1週間ぐらいしかねないんですよね。で一応6月30日までっていう風になっているんですけども、こちらねどの時間帯の申請時間っていうのが記載がないので、まあ、ベトナムとの時差がまあ2時間ぐらいなので、まあ、30日までねやっても大丈夫だと思うんですけども、まあ、個人的にはねギリギリに行うっていうのはあんまりお勧めしておりませんので、まあ、日本時間でいう6月の29日までにね申請しといた方がいいのではないのかなと思います。でその次にですね、このステータスマッチを行う上でこのバンブーエアウェイズのですね会員登録が必要っていう風になります。まあこちらに関してはですね、もう保有されている方はね必要ないんですけども、私みたいにですね会員登録もされてない方は、まああれですよね、 ANA でいう ANA マイレージクラブ入会みたいな感じですよね。まあこちらねやってない方は入会がね必要になるっていった形になります。でこのステータスマッチにね必要な書類なんですけども、航空会社の有効期限内のアライアンスカードとパスポートのねスクリーンショットっていうのが必要っていう風になっておりまして、まあこのパスポートに関してはですね、こちら政府から発行された身分証明書が必要っていう風に、ね、記載があるわけなんですけども、こちらねまあ日本の証明書だとですね、まあ基本的に日本語で書かれているっていう風になりますんで、まあ英語記載がね必要じゃないのかなっていう風に思いますんで、まあ基本的にはですね、このパスポートでね申請する方がいいのではないのかなと思います。でバンブーエアウェイズのステータスマッチのリンクっていうのもですね公式サイトに載っておりますので、そちらからね申請していただくっていった形になります。で申請後ですね7日から10日日以内でね電子メールで返信があるっていう風に記載されておりますので、まあ、ちょっとね入力フォームね先ほど軽く見たんですけども、まあ、そこまでね難しくないかなっていう風に思いますので、チャレンジしてみていただければなと思います。それではね実際ねやっていきましょう。まずですね、私は会員登録もねしておりませんので、アプリをねダウンロードしてくださいって公式サイトに書いてあるんで、まずアプリからねダウンロードしていきましょう。バンブーエアウェイズ、うん、スペルが違うな。バンボー A ですね。ここ出てきました。こちらをねダウンロードしていきます。それではですね会員登録ねやっていきたいと思います。アプリを開いて、まずこれは英語にしましょうね。英語にしましょう。でこのバンブークラブかな、こちらをクリックすると、あそうですね、こちらであのログイン画面になってると思うんで、サインアップですね、まだ登録しておりません。で、ランゲージ英語にしておきましょう。で全然読めないな英語なんで、私もね英語は読めませんのでね、全部は、まあ、ここはミスターでいいですね。ラストネームですね、名字平井で、
ファーストネーム、ヨータ。で、誕生日。それでは次ね、こちらは電話番号ですね。セレクト関東、これジャパンで出るの。はい、じゃあここをね、入力していきましょう。ですね、下の方にパスポートの番号が入れる必要がありますので、やはりパスポートあっといた方がいいですね。で、記載が終わったら NEXT ですね。そうするとね、確認画面が出てきますんで、下の方に行っていただいて、こうフォーム。そうするとですね、Hello, ヨータ平井、Congratulations, Successful Registration っていうのが出てきましたね。ということで、メールにね、リンクが来ているということで、メールを見てみましょう。これでですね、メールを開くと、ここにね、会員番号がね、記載されておりますので、ここのね、リンクをクリックしていただきます。で、開くとまたね、日本、英語になってないんで、英語に戻しましょう。で、ここでパスワードの設定と暗証番号ですね。あと、こちら、秘密の質問的なやつですかね。こちらを入れていきましょう。こちらね、パスワードなんですけども、8文字以上で、またね、大文字と記号ですね。こちらを組み合わせる必要があるようですね。ですので、こちらを覚えておいておきましょう。それではね、記載が終わったら、サブミット。押します。あ、これで登録が完了したっぽいですね。会員番号とですね、登録されましたレジスターレッドって記載がありますね。まあ、これでね、登録自体は OK っていった形になります。それでは次にステータスマッチのね、申請に入っていきたいと思います。で、こちらの公式サイトもね、概要欄に載せておきますので、こちらですね、ティアマッチングバンブークラブ。で、こちらでですね、申請していくんですけども、こちらアカウントがね、Google のアカウント表示されてると思うんですけども、まあこちらね、メールアドレスね、統一されたい方は統一しといてください。これがね、必要かどうかっていうのはちょっとわかんないんで、まあ一応ね、合わしといた方がいいのかななんていうふうに思いますよね。まあとりあえずそこはね、お任せいたします。で、申請項目ですね。名前。まあ、ここら辺はいいですね。で、右の方にね、全部英語で記載がありますんで、まあ、ちょっと分かんなかったらですね、そこからね、見ていってください。で、パスポートナンバーですね。で、次に、こちら、電話番号ですね。でですね、5番の項目に Detailed Vietnamese Address っていうね、ベトナムの住所を入れる欄があると思うんですけども、こちらはね、ちょっと私おそらくなんですけども、こちらはステータスカードがね、送られてくる住所だと思うんですよね。まあおそらくこれ国外にはですね、ステータスカードね、発送してないと思いますんで、一応ね、入れなきゃいけないというふうになりますんで、ご自身のね、日本の住所を入れていただければなと思います。で、6番でですね、先ほど登録したね、バンブーエアウェイズの会員番号が必要になります。こちらね、記載しておきましょう。でですね、7番と8番で、パスポートとステータスカードですね、こちらが必要になります。でですね、こちらファイルをね、アップロードするんですけども、このファイルを追加っていうところを押すとね、このフォトライブラリーとか写真を撮るところが出てくると思うんで、こちらで追加していただきます。で、その後ね、アップロードっていうのを押しますよね。そうするとこんな感じでゲージが上がっていきますんで、そしたらね、こんな感じにね、アップロードされるっていった形になります。で、次ですね、アナザーエアラインメンバーシップナンバーということで、ステータスマッチ元のですね、会員番号を入れていただきます。でですね、最後の10番の項目で、どこの航空会社っていうのがね、書いてあると思いますんで、送ったね、航空会社の名前を記載しましょう。私はね、ANA なので、オール日本エアウェイズですね。それではね、入力が済みましたので送信、回答を記録しましたということで、こちらでね、ステータスマッチの申請が終わったっていった形になります。
いかがだったでしょうか。今回ですね、バンブーエアウェイズのステータスマッチについて解説ね、させていただいたわけなんですけども、航空会社のね、ステータスを、まあ一部しかね、保有されてない方はですね、まあちょっとね、このバンブーエアウェイズがどのスターアライアンスに加盟するのかどうかっていうのは、まあ現時点ではですね、まだわからないわけなんですけども、もしね、ご自身が保有されてないアライアンスにですね、このバンブーエアウェイズが加盟した時にですね、かなりね、利用しやすくなるかなというふうに思いますので、気になる方はですね、ぜひね、ステータスマッチ申請してみていただければなと思います。まあ私もですね、ANA しか上級会員ね、保有しておりませんので、もしね、このバンブーエアウェイズがですね、ワンワールドとかスカイチームとかね、まあスカイチームちょっとね、可能性低いかもしれないんですけども、こういった感じでアライアンスね、加盟すればですね、私もね、そのアライアンスのね、上級会員になれてしまうっていう風になりますんで、もしね、ワンワールドに加盟したらですね、私もね、ワンワールドの上級会員に、ね、なれるって言った形になりますんで、まあ、そうなればですね、私もね、JAL のラウンジとかね、そういった特典をね、利用することができるって言った形になりますんで、今後ね、どうなるかわからないわけなんですけども、ちょっとね、楽しみではありますよね。まあ、こんな感じでですね、気になる方はぜひね、申請してみていただければなと思います。こんな感じでですね、今回の動画は終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットモンモンホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。